フマリノスのボールで試合が始まります。笛を吹いた川又主審、ボールを動かしたアンデルソン・ロペス、マズバロのパスをもらったヤン・マテウス、試合が始まりました。まあ、マリノスはプレッシングの時に4-2-1-3のところから少しこうやはり前に天野が出て 4-2-4 気味で捕まえに行ってますね。木田のボールハントからエウベルが仕掛けに行きます。はい、天野です。この位置にヤン・マテウス、真ん中でテンポよく動かしますね。アンデルソン・ロペス、ヤン・マテウス、アンデルソン・ロペス、始まって4分とちょっと、あっという間に均衡が破れました。真ん中を鋭く割った F マリノス、最後はエースのアンデルソン・ロペスです。いや、見事な中央突破でしたね。荒木パス、ディエゴ・オリベイラを狙ったパスです。右高い位置、長友、後ろからコウが打った、ナイスキーパー。長友が内側から前に出ます。そこにボールを出した東、長友マイナス、荒木たまらずみだ、その後ろが打った、長友のオーバーランプから最後は逆サイドバック、岡右足フィニッシュ。まず東のボール素晴らしかったですね。追いつきました FC 東京岡、うん、ここよく東見てましたよね。内側からのランニング、長友、エウベルが真ん中に入れます。渡辺康太、ヤンマテウス、止めて鋭く左足でシュートを放ちました、ヤンマテウス。5分アンデルソン・ロペス、 F ・マリノス先制、しかし19分岡、 FC 東京追いついての1対1です。今日のゲームの解説林亮平さんですが、林さん、夜眠れなくなります。あ、そうですかさあ後半開始、木本が浮き球を左前に入れます。アンデルソン・ロペス、天野が横切ってボックス入った、エウベル右足、アンデルソン・ロペスに当てて最後は枠を捉えてきました。エウベル手前、長戸右足、逆足でしたが期待感のあるフィニッシュでした。長戸アンデルソン・ロペス、エウベル、松原が打つ、ペナルティーアークの外からシュートを放ちました松原。荒木の守備、荒木の左足ワンタッチ、面白いボールが出た、たまらずみだ、踏み込んで踏み込んで打つ、走り切ったドリブラー、1対2、今度は FC 東京一歩前に出ました。完璧なカウンターでしたね。ゴール前で顔を出す回数は増えるのかなと思います。はい、長友がボックスに入った、ゴール前はディエゴ・オリベイラの外側、タワラツミラ打ってきた、2点目を取りに行きましたタワラツミラ。井上のパスを読んでいました中村、並走する野沢レオン、野沢レオンが踏み込んで折り返して、追加点は古巣対決の中川、途中から出てきた中村穂高ボールハント、もう一人途中から出てきた野沢レオンの転がしたボールに、で左で決めましたよね、もう右足ではなくてよく待って左でみたいな話を聞きます。さあこれで試合終了の笛が鳴りました。1対3 FC 東京勝って